あ、どうも店長です。YouTube2 回目行ってみたいと思います。どうも1回目がねちょっと好評というかですね、結構反響がありまして大変嬉しい結果となりました。ありがとうございます。で第2弾なんですけど、またちょっと羽織物で店長がおすすめしたいカーディガンをご紹介したいと思います。一応ですね、自分着てるのもこちらレディースです。レディースもののニットカーディガンです。僕この同じ色、全くサイズも一緒のもの着てますけど、ちょっとこれ色出ますかね、ブラウンなんですけど、ブラウンのカーディガン、カノコ編みと言いまして、こういう風にですねちょっとポコポコとした編み地になってます。で大変軽いです。軽くて楽着やすいですね。お袖も広く、まあ、肩落ちのお袖も広い感じで、でこの後ろのケーブルというかですね、この編みがなかなかポイントになっていていい感じです。でこれなんでおすすめかって、ニット系のカーディガンでもなんていうんですかね、普通のカーディガンよりちょっと立体的なんで、やっぱ表情が違いますよね。その見た目が面白いな、ちょっとワッフルっぽい感じがね可愛いなっていうのと、これちょっと予想なんですけど、毛玉になりにくいんじゃないかなっていう店長の予想ねまだ実際着てどうかわかんないですけど、比較的毛玉になりにくいんじゃないかなって思ってます。でなおかつ、まあ、お洗濯もですね、洗濯機で洗えるアクリルなんで、洗濯機でネットに入れて手洗いコースなんてしていただいたら、お家全然問題なく OK なんで、まあ、ケアも楽っていうのもあってちょっといいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、着てもらってるね、この感じ。一応身長をちょっと分けてみました。170、160、150ぐらい、その要するに身長の背低い方から背の高い方までこれいけちゃう系だなっていうのもあって、見てください、この袖、僕手長いんですけどちゃんとカバーできてます。逆に背高い人でも、丈はそんな長くないんですけど横幅とリーチあるんで、背が高い方でも OK っていうねカーディガンなんですけど、一応マスタードですね、マスタード、これベージュ、グレージュって言いますけど、ベージュでブラウンの他にもう一色ブルーが本当はあるんですよ。売れちゃった売れちゃいまして、ちょっと今ないんですけど、その辺ももしね、ちょっと今後この動画で反響あったらまたフォロー追加しまして、色揃えてもいいかなっていうふうに思ってます。で実際ですね、着心地本当に楽でいいんですよ。この揺れ感とか分かりますよね、柔らかそうみたいなっていうとこなんですけども、ちょっと一旦 CM で、ですね、ちょっと改めて角度を変えました。後ろ姿を見ていただきたいんですけれども、やはりですね、この柄が結構ポイントになってますよね。それほど派手な感じではないんですけど、やっぱりちゃんと主張があると言いますか、後ろから見た時、あ、可愛いっていう風になりますっていう風になります。前から見るとね、こういう感じシンプルなんですけども、でその辺もね結構魅力の一つかなと。でなおかつこの柄が入ることによって背中が綺麗に見えますね。多分このない状態の普通の編み地の状態でしたら、やっぱこう全部ですね、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、お肉拾っちゃったりするんですよニットって、要するに体の厚みが出ちゃうんですよね。でもそういう場合でもこの柄があることによってすっきり見える、意外と細く見える、後ろ姿が綺麗に見えます。これマジです。でですね、店長がちょっとおすすめしたい理由にもう一つ、お袖の広さっていうのがあるんですけれども、
この中に着てるフリルエリのチェックブラウス、見覚えある方いらっしゃいますでしょうか。持ってる方いらっしゃいますでしょうか。ですね、ちょっと前に人気だったシリーズですね。いろんなチェックのタイプがあって、まあ、フリルエールで、これ実は 2way のボタンの方が後ろになっても着れるっていうタイプの、まあ、シャツブラウスなんですけど、このお袖がですね意外と広いんですよ。こういうね今時なちょっとふわっとしたいう袖、あ落ちちゃったなんですけども、こういったものの袖の広いものに対してもカーディガン普通に羽織れます。今年のトレンドとしてやっぱりちょっと袖の広いものって結構あると思うんですけど、そういったものに対してでもですねさらっと着れちゃいます。レディースです。レディースにレディースです。だけど見てください、こんな感じで別に着れちゃうすんなり着れますね。なんかその中インナー半袖着てますけど、半袖のちょっと厚みはわかるかなわかるかな、多分長袖2枚着てても全然問題ないですね。ブラウスちゃんと伸ばすか、ブラウスじゃない、インナーも長いね手長い人にいいかもしれない。この中もわかります、というわけでですね、背が低い方も背が高い方も手が長い方もふくよかな方も、あとインナーにこうボリュームのある袖を着ていたい方も OK、 そういうカーディガンです。2970円以上です。じゃあね